ボロス。ボロスは、ギリシャのテッサリア地方、マグニシア県の県都である。アテネの326キロメートル北、テッサロニキの215キロメートル南にあり、ギリシャ本土の中心に位置する港町である。ボロスの町は、パガシティコスワンの最奥部の、ケンタウロスの地であるピリオ山のふもとにある、テッサリア地方からの海への唯一の出口である。 町の人口は20万人であり、ギリシャ国内で最大の農業生産を誇る地域で、あるとともに重要な産業の中心である。ボロス港はギリシャ国内で3番目に大きな商業港であり、フェリーや水中浴船で近くのスポラデス諸島を結ぶだけでなく、ヨーロッパや中東、アジアとの架け橋ともなっている。また、リムノス島やレスボス島、キオス島とも航路で結ばれている。 ボロスの町は1955年の地震で壊滅的な被害を受けた後に再建されたためにギリシャの中でも近代的な建物がかなり多い都市となっている。また地方共同体としてネアイオニアやヨルコスがボロスの郊外にある。町の経済の基盤は工場や貿易、サービス業、観光などであり次第に成長している。またボロスには ギリシャ国内で最も有名なテスタリア大学の本部が置かれており、会議場や展示場、主要な文化的な催しや科学的な催し、国際基準のスポーツ設備などが整えられている。ボロスはオリンピックに参加し、オリンピック式として現在のギリシャの新しい面を世界の観客に見せる役割を果たした。またボロスは、 ヨーロッパ陸上選手権のような競技大会の主催を務めてきた。2013年の地中海競技大会の主催もする予定である。現代のボロスの街は古代のデメトリアス、パガサエ、イオルコスの町の上に立っている。デメトリアスの街はマケドニア王国のデメトリオス一世によって建設された。イオルコスはアルゴナウ隊と共にアルゴ船に乗り、コルキスへ 黄金の羊の毛皮を求めて航海した神話の英雄イアソンの故郷である。ボロスの町の西側にはアクロポリスと城壁がある新石器時代の紀元前4000年から紀元前1200年までの集落であるディミニア、紀元前6000年の最古のアクロポリスや王宮や邸宅があったセスロの遺跡が残っている。14世紀の東ローマ帝国の歴史家によると ボロスの町の名称は、元はゴロスであった。最も有力な説によると、元々は、ミケーネ時代のヨルコスの町の名前が時代を経て、ゴルコスゴールコスとなり、後に、ゴロスとなって、現在のボロスになった。他にも、伝説によるとこの地域の裕福な領主であった、ホロスという人の名前から取られたという説もある。オスマン帝国時代は、あまり重要でない観村であった。 ボロスは19世紀半ばに急激な発展を遂げたため比較的新しい都市である。近代的な街並みが最初に作られたのは1841年である。1858年にボロスにある家はちょうど60戸となり、そのほとんどが水辺沿いの現在ではイアソノス街道として知られている場所に建ってた。 1881年にボロスがオスマン帝国からギリシャに割上された時には、ボロスの人口は4900人ほどしかいなかったが、次の40年間で周辺の地域から商人や会社員、職人、船乗りとしてボロスに移住したために町は急激に成長した。1920年にはイオニア地方やポントス地方、カッパドキア地方、 東トラキア地方からの大量の難民がボロスに押し寄せた。人口調査によると、1920年にボロスの人口は3万46人であったのが、1928年には4万7892人となった。そのうちボロス地区の総人口が4万1706人であり、その16.25%にあたる6779人は、いわゆる 小アジアの不幸によって難民となった人たちであった。また、ネアヨニア地区の総人口は六千百八十六人で、その八十三点五一パーセントに当たる五千百六十六人が避難民であった。ボロス市全体の難民は一万千九百四十五人で、市の人口の二十五パーセントに当たった。ギリシャ領となってからは、工業団地の設置や、港湾施設の拡張。 観光業の成長、特にケンタウレス族の経路ンの故郷である景観の良いピリオサンやマグニシア県やスポラデス諸島の美しい b チへの観光客の増加によってボロスはさらに発展した。20世紀諸島の数々の内乱の影響は受けたが発展を続け現在まで至っている。ちなみに姉妹都市であるロストフナ・ドヌニはギリシャの街、 ボロスの街道という街道があり、庭とバルコニーがある、美しい20世紀初期の建造物立ち並び、古いロストフの街に地中海の景色を与えている。ボロスとラリッサの間でのライバル意識は強い。ボロス人によくある反応は、ラリッサで一番素晴らしいものは何だい。ボロスへの道路標識じゃないのかといったものである。近隣同士というよりは、 お互いの発展した住みやすい町に誇りを持っている同士なのである。マグニシア県の県都であるボロスは、ボロス、ネアイオニアとイオルコスという三つの地方共同体から構成されている。緯度は北緯39度21分38秒83で、経度は統計22度56分57秒26である。ボロスの地域の多くは川などの自然境界によって、 分けられている。主要な三つの川はすべてピリオ山から流れていて、ボロスの町を独特な地形を作って、西に流れ、パガシティコスワンに注いでいる。イーアソーンが渡ったことで有名なアナブロス川は、ネアデメトリアダ地区とボロスの町を隔てている。クラウシドナス川は、ボロスを流れていることで、特に有名であり、町の中心部を通り、それぞれの地域を分け、 ボロス地区とネアヨニア地区の境界にもなっている。クシリアス川は3つの中で最も長い川であり、ネアヨニア地区を流れている。ボロスの地域は生物学的に多様で環境も保護されているために、市の西側のネアポリ地区にあるブルブリトラ沼には幅広い水中生物の生態系が住んでいる。この沼は、まず人口が密集した地区に珍しく存在し、港湾施設があり、 生物の多様性に優れ、100を超える種がマグニシアの生物イニシアティブによって設置された観察ポストで保護されている。しかし、今日では、港湾施設の拡張が、パガシティコスワンの北部デルタ地帯の地形を変え、沼の動植物の生態系にも影響を与えている。ボロスの市境の南東部は、ピリオ山の峰の一つである、五立丘陵,陵となっていて、アグリアとの境界になっている。 旧石器時代の居住地が今は、課外活動センターとなっている。ボロスの気候は、地中海性気候であり、一年を通して特に気温が高くも低くもならない。湿気も少なく、活動しやすい気候である。また、わずかではあるが、ピリオ山の状態が、ボロスの気候に影響する。ギリシャ全土には、地震地帯が広がっており、ボロスも、例外ではない。 ボロスはこれまで数々の地震の被害を受け、居住地区の計画が行われてきた。最も有名であり、壊滅的な被害を受けたのは1954年から1955年にかけてであり、歴史的な建造物を含むボロスの町のほぼ全てが地震で破壊され、さらに同じ年に洪水がボロスの町を襲った。また、2006年10月10日にも県内で最悪を、 記録した洪水が発生し、作物や果樹園多くの建物が水に浸かった。さらに土石流によってボロストラリッサを結ぶ。鉄道橋と町の5分の位置が流された。ボロスの都市構造は広場と街道によって格子状になっていて、新古典主義建築の建造物や古い工場と多くの緑地。そして海岸と不団があることに特徴がある。こういった要素が。 ギリシャで最も美しい街の一つであるボロスの雰囲気と独自性を生み出している。現在のボロスの都市計画は1882年に出されており、そのすぐ後のボロスの解放が新古典主義的な都市計画の概念に大きく影響したのである。この計画によってボロスの二つの中心である城とネアマガズヤは街道によって結ばれ、ボロスの発展の鍵となったのであった。また、 1922年の難民の移住と1955年の大地震によって現在のボロスの街が出来上がった。ネアマガズイアの建設は幾何学的にデザインされた計画を元として1841年に始められた。この計画の特徴は街道を海岸に沿って平行にし、その両端に店舗や住宅を建設するというものだった。そしてその街道が 現在のディミトリアドス街道やヤソノス街道、K、カルタリ街道、イオルコス街道、そしてエルム街道となっているのである。ボロスの街は発展するごとに新古典主義建築の建物が増加した。公共の建造物や裕福な商人の指定などは特に美しい造りとなっている。ボロスの工場とタバコの卸売店は19世紀末から20世紀前半に かけて、ボロスの産業が、飛躍的に成長する様子を映し出している、建造物の一つである。これらのほとんどは、鉄道沿いか港の付近にあるのだが、ボロスの市街地の中にも点在している。また、多くが、ヨーロッパの著名な建築家や技師が設計し、装飾したものである。現在では、多くの、こうした建物が、修復されたり、機能を変えたりして残存している。 ネアヨーニアの歴史は、スミルナが陥落し、200万人のギリシャ人が、住民交換によって小アジアの祖先の地を追われた、時から始まっている。1924年2月末に避難民の街が、以前は、テトラコナと呼ばれていた、クシロカンボスの乾燥した土地に建設されることになった。1925年夏には、初めの集落が完成し、チメデニアと呼ばれ、 中央広場の西端に建設された。後には、ペトリナの集落がさらに西に建設されることになる。同時に、ザマリオディカとゲルマニカの集落が東に完成し、現在の景観が出来上がった。現在中央広場の周囲を再建しようという計画が出されている。ボロスは、比較的新しい町であり、町の統計によると、ギリシャ王国に併合された1881年から、 実質人口が増加している。この時点での人口は4000人であり、そのほとんどが城の地域、現在のパライア地区に居住していた。20世紀に入ると人口は急増し、実質人口は20万人を超えた。人口の多くを占めるのは1924年に建設された地域に住む避難民で、現在はボロスの人口の34%を占めている。 他の30%は、テッサリア地方からの移住者で、1890年に始まり、1970年代にピークを迎えた。後の人々は主にピリオやアルミュロスや他のギリシャ地域からの移住者である。また、ヨーロッパの他地域からの移住者も多い。ボロスは現在ギリシャの都市の中で、最も都市化された街の予想を呈しており、第一次産業人口が6%、 第2次産業人口が42%、第3次産業人口が52%となっている。また、マグニシア県人口の65%以上が、ボロスに住んでいる。ボロスは、港湾施設を持つことと、ギリシャの二大中心都市であるアテネとテッサロニキのちょうど、中間に位置するという戦略的重要性のために、ギリシャの中では最も産業化した都市の一つとった。 産業は鉄の生産と製造業に特化しており、メトカはボロスの工業地域に2つの大きな工場を、製鉄会社のサイドナーはボロス近郊のアルミロスに大きな工場をそれぞれ所有している。また、ギリシャ製鉄産業はボロスに生産施設を所有し、ラファージグループの一つアゴット・ラクリスはボロスの町の近郊に私有庫を設けた巨大なセメント工場。 収量は700万トン超を運営している。また、ボロスは研究部門も活発であり、セラタスが主導している。ボロス市はアテネとテッサロニキの両方とを結んでいる、ボロス港の戦略的地位から、テッサリア地方や中央ギリシャ地方の金融、経済、商業、行政について問題に大きな役割を果たしている。結果として、 ボロス氏と良い関係を築こうとする投資家によってかなりの投資が行われている。ヨーロッパのいくつかの国はボロスに領事館を建てて投資を支えている。現在では7カ国の領事館がボロスにある。代表的な国を下に挙げると。などがある。すべての陸上交通はボロスを通りネアアンキアロスにある中央ギリシャ国際空港によって国際線が ボロスを通っている。またカイロでは、ボロス港とほとんどのスポラデス諸島の島々やピリ、山との間で運行されている。ボロスは E75、欧州自動車道路の一部によって、北部、ギリシャ及び南部ギリシャと結ばれている。また隣には、西部、ギリシャやエグメニツァを通り、テッサリア平原内部を抜ける E65 が2012年に完成予定である。 ボロスの街は他の中央ギリシャ地方の街と共に新設されたネアンキアロスにある中央ギリシャ国際空港によってギリシャの他の地域やヨーロッパ各地と結びついている。中央ギリシャ国際空港はギリシャ国内で最大級の滑走路を誇り1時間2500人の旅行客と100機の航空機がここを飛び立つ。ボロスの鉄道駅は 中央ギリシャの併合後すぐにエバリストデキリコによって建設された。現在でも一部は美しい1884年時代の建造物であり、威厳のある雰囲気を醸し出している。隣の新古典主義建築の建物は1900年から1903年にかけてテッサリア鉄道株式会社の経営取締役として派遣されたエバリストデキリコによって建設されたものである。 現在では、ボロス駅は直行便で、他のギリシャの地域と結ばれ、複雑な鉄道施設は車両整備に使用されている。アテネ駅は1日1便、テッサロニキー駅は1日2便、ラリッサ駅は1日15便運行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。